はい、本日もはじめの一歩考察チャンネルやっていきたいと思います。で、今週なんですけども、正直に言ってめちゃくちゃがっかりしました。まあページ数が少ないっていうのはおかげさまですっかり体勢がついてきたので驚きはしないんですよ。で、問題は先週の最後に含みのある感じで終わって今週どうなるのかなと楽しみにしていたんですが、さすがにそれはないだろうというオチでした。何を言ってるのかわからないと思いますので、これから順に解説して動画の最後の方にお話ししていきたいと思います。ではまず先週までの流れからお話しします。先週までの振り返り、マシマの世界戦モードによって圧倒的にポイントリードを取って第2ラウンドが終了しました。そしてインターバルを経て第3ラウンドのゴングが鳴ると、ロザリオがコーナーで仁王立ちしたまま出てこない。ここで先週1458話が終わっていたわけなんですよ。通常コーナーやロープ際に追い詰められるのって不利ですから、ゴングが鳴っているのにぼーっと突っ立ってるなんて普通は考えられないんですね。ということで前回の考察動画ではロザリオの戦略について次の3つを予測しました。ロザリオはロープ際でカウンター狙い、マシバのチョッピングライトにカウンターを合わせる、沢村と同じ手を使い時間を引き延ばす。まず考察1は距離感が合わず、マシバへパンチが届かないロザリオがロープ際であえて迎え撃つことで、あえてマシバから攻めさせてカウンターを狙うという作戦ですね。ボクシング界においても井上がスーパーバンタム級へ転向して対決したフルトン戦でも同じような作戦を遂行したシーンがありました。フルトンは井上と左の差し合いで全く勝負にならないと判断すると、井上の左にカウンターを合わせる作戦に出ます。しかしこの試合ではフルトンのカウンター狙いを早々に見切った井上がさらにカウンター返しをするというとんでもないハイレベルな攻防が展開され、フルトンの思惑通りにはいきませんでした。ロザリオにおいても自分から手を出して届かないのであれば、相手にパンチを出させてから打つというのは有効な作戦だと思います。続いて考察にはマシマのチョッピングライトにカウンターを合わせるというもの。先週第2ラウンドの最後にマシマがチョッピングライトのモーションに入ったところでゴングが鳴ったので、ロザリオがこのパンチにカウンターを合わせる作戦を立てたのかもしれません。ただこれは先ほどの考察位置と作戦はほぼ一緒で、マシマが必ずまず打つと分かっているチョッピングライトに的を絞って反撃に転ずるということですね。最後の考察さんは沢村が過去に一歩との対戦でやったように、グローブのテーピングを自ら剥がしてセコンド陣に直させることでダメージ回復の時間を作るという作戦です。ただ沢村は一歩の足を引っ掛けてわざと転んだ際にバレないよう剥がしましたが、第3ラウンドが始まってすぐテーピングが剥がれかかっているのはもしやったら普通に減点されそうですね。以上3つの考察を先週お話しさせていただいたんですが、ここから最新話1459話の内容へと入っていきたいと思います。最新1459話の考察、第3ラウンドが始まりリング中央へと進むマシマに対し、コーナーから出ようとせずブツブツ独り言をつぶやいているロザリオ。すると次にロープ自体にゆっくりとリング上を旋回するように移動し始めました。ロザリオの気候に対し客席の一歩が困惑している中、先導だけがなんとなくわかる、悪いものが出ていると分析します。そしてロザリオがつぶやいていたセリフは次の通りです。不公平だ、どうして俺ばかり殴られる、ずるいんだよ、不公平だ、不公平、不公平、不公平。禍々しいオーラを発するロザリオ。これに対しマシバはいつも通りデトロイトスタイルからクリッカーで攻めていきます。遠距離から自分のパンチだけが一方的に届く距離でひたすら左を連射するマシバ。このマシバの判断に対し先導は次のように分析しています。ロザリオは誘ったんや、両家横島な空気が出とるわ、ロープ際にいれば踏み込んでくる思たんやろが、マシバも横島には敏感や、そないなもんに乗らんちゅうわけや、
ロープギアで貼り付け状態となったロザリオは我慢できずにステップインし、右フックを合わせるも不発。マシバのフリッカーをかいくぐると、さらに左アッパー、変則の左右のフックを打ちながら距離を詰めていきます。第2ラウンド序盤でギアを上げてマシバを追い詰めた展開と同じですね。そしてこのロザリオのラッシュに対し、バックステップでディフェンスしていたマシバが足を止めてどう動くのかというところで、今週のお話はおしまいです。で、動画の冒頭で今週のお話はめちゃくちゃがっかりしたと言いましたが、これが何かっていうと、ロザリオがロープギアで待つっていう意味のわからない作戦を取ったこと、そしてそれを2週にわたって引っ張ったことです。だって素人の僕でもわかりますよ。ロープ際に突っ立ってたらマシバはフリッカーで集中砲火していくに決まってるじゃないですか。マシバを誘い出すにしてもフットワークを使うなり、フェイントを入れて相手を動かすといった仕掛けもなく、相手が自分の距離へと入ってきてくれるはずがないです。なんでわざわざ自国ホームで試合をして、第1ラウンド2ラウンドとポイントリードしてきた優位なマシバがリスクを冒して距離を詰めていくとロザリオが思ったのか。世界チャンピオンのロザリオがロープ際にいればマシバが踏み込んでくると判断したことが、僕からすると謎でしかないです。これって結局試合展開のネタが思いつかなくて、とりあえずコーナーに突っ立ったままの状態で次週まで引っ張ればいいんじゃないっていう安易な作者の考えが見えちゃってるんですよね。ページ数が少ないのはもういいとしても、ボクシングの試合内容にまで手を抜くようになったら、もう本当に終わりの始まりなんじゃないでしょうか。今週の内容でかなり冷めてしまいましたが、次週からはもっと面白くなっていくことを期待して、今後の展開を考察していきたいと思います。次週1460話考察、マシバついにインファイト披露か。今週の最後にマシバが後ろ足を踏ん張るシーンが描写されていることから、距離を詰めて打ち合いに来たロザリオに対し、逃げずに真っ向から迎え撃つ展開と見て間違いないと思います。もしくはマシバがモンスター井上張りの高い洞察力を発揮して、ロザリオのフックやアッパーにカウンターを合わせて押し戻す、そんな展開もあるかもしれません。あるいはこのチャンネルで何度も同じ話をして恐縮ですが、1429話でマシバがサンドバッグに接近した状態でショートパンチを連打しているシーンの伏線が回収される可能性も捨てきれません。この世界戦前に一歩が、長距離ならマシバ、近距離ならロザリオ優位だと分析していましたが、かつてアウトボクサーの宮田も語っていたように、どんなボクサーでもフルラウンド全て距離を取って戦い続けることはまずできません。どこかでロザリオとインファイトで戦うことをマシバが想定していて、サンドバッグで練習していたんだとしたら、次週はお互いの頭をくっつけて派手な打ち合いが展開されるのかもしれません。で、そう仮定するとロザリオのファイトスタイルが井上と対戦したアクドーネリと酷似していることから、あのモンスターがプロ入り後初のダウンを喫したこのシーンも次週再現されるかもしれないですね。正直これまでの試合展開は綺麗すぎて見応えが少ない印象なので、ここら辺で大きく急展開が起こってほしいところです。この動画をご覧になった皆様は、マシバ VS ロザリオの世界戦についてどのようなご考えをお持ちでしょうか。コメント欄にご感想やご質問、ご意見などぜひお寄せください。また最後に一つ宣伝です。この度ボクシングチームという新しいチャンネルを立ち上げました。モンスター井上などの人気ボクサーの試合分析動画や最新ボクシングニュースを取り上げたりしているので、初めの一歩ファンなら馴染みやすい動画が多いと思います。まだチャンネル登録されていない方はぜひこの機会にお願いいたします。概要欄にチャンネル登録のリンクを貼っておきます。ということで今回はここで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。